環境健康研究領域の日田です空気を汚染している物質の中にはガス状のもの、粒子状のものいろいろな種類がありますこれらの空気汚染物質の健康に対する害については一人一人を個別に観察しただけではわからないぐらい小さい影響だろうというふうに考えています例えば 粒子の大きさが数ミクロン以下の粒子状物質の健康に対する害として死亡率を上昇させるのではないかということが世界中から報告されておりますこのことに我々が日常の生活の中で傷つくことはほとんどないと言っていいだろうと思いますまたこういう研究をする場合には 死亡率を上昇させる要因は、大気を汚染する物質だけではなく、様々な環境要因、様々な人々の個々の色々な要因が関係してきます。したがって、空気を汚染する外の影響を調べる疫学研究では、たくさんの空気を汚染する物質以外のことも調べなければなりません。 またたくさんの国たくさんの地域でいろいろな対象者いろいろな病気の方いろいろな年齢の方そういうさまざまな人々を対象にして研究を進めてその結果がつまり空気を汚染する物質の健康への害が共通して見られるかどうかと。 いうことを調べる必要がありますこのような大規模な液薬調査を実施して初めて空気を汚染する物質の健康への害が明らかになるだろうというふうに考えています空気を汚染する物質の健康への害は子ども高齢者病気の方全ての方が避けられないものだというふうに考えられています 空気中の汚染物質について、健康に対する害の大きさを調べ、国民全体にどのような影響があるのか、そのことを皆様に伝えていくということが、われわれに課せられた使命だというふうに考えています続きまして、私たちの健康に害があるほどに空気は汚染されているか。 とお題しまして、日田博氏が講演いたします。日田さんは、大気汚染の健康影響に関する研究を約30年間続けてきました。これからも空気の大切さを考えていきたいということです。それではよろしくお願いします。えー、あのただいまご紹介いあだきます。あ健康、えー、研究領域の,あの日田です。 今日「私たちの健康に害があるほどに空気は汚染されているか」というタイトルで日常常に私たち空気を吸い込んで呼吸しているわけですけれどもその中にある汚染物質と私たちの健康の関係について今日はお話をしたいと思います。 今日のお話、まあタイトルで申し上げたのを少し言い換えますと、空気の安全についてもう一度考えてみようということです。えー、まあもう一度、まあ、わざわざまあ書いておりますが、えー、大気汚染の問題、えー、一般の公害問題がわんくいでもまあ激しかった1960年代とか70年代、えー、いろいろな 研究が進みましたそれから対策も進みました現在では大気汚染の問題、まあ、関心がないということではありませんが他の我々の生活を脅かすような食品の安全とか水の安全というようなもの今日 ここですでに説明があったような様々なリスクの中では少し忘れている部分が多いのかなということで今日もう少しもう一度考えてみようというふうに思います、えー、空気のような存在という言葉あのご、えー、存知かと思います、まあ、家族のような身近な、えー、大切なものを ただ普段はその大切さに気がつかない書くことはできないものであるけれども普段はその大切さに気がつかないというような場合の例えで空気のような存在という場合がありますこのようにまあ空気の大切さというのはまあ改めて言うまでもないわけですけれども普段あまり語られることがないしまあ、気づかない場合も多いのではないかというふうに思います。 今日あのここでの私の話の内容は、まあ、空気の大切さもうすでに少し申し上げましたけれどもそれと空気を汚染するものと、まあ、健康への害それから特に最近、えー、大気を汚染するものの中で注目を浴びている微小粒子の健康への害微小粒子っていうのは何かっていうのは後で詳しくご説明させていただきます。 それから最後に、まあ、そのような大気、まあ、空気を汚染する物質の健康への害の大きさを、まあ、どのように考えるのかどのぐらい、えー、害は大きいのかあるのかないのか、まあ、大きいのか小さいのかということを、まあ、考えたいと思います。まず今お話ししたようなことを考える前提として、えー、我々私ども人は一日にどれぐらいの空気を吸ってるかと。 いうことをまあ基礎的なあの数字を少しここで確認をしたいと思います。えー、まああの大人の場合成人の場合の非常に平均的な値というふうにあのお考えいただければと思います。一回の呼吸の量はだいたいえ500ミリリットルえ牛乳パックの半分の量ですね。それから呼吸数は一分間に20回ぐらいが平均ということです。 それから一分間、そうしますと一分間の呼吸量は十リットル、一日の呼吸量、まあ一分間、一時間六十分、二十四時間かけますと約十五立方メートルという量になります。まあ十五立方メートルというとだいたい三直径三メートルぐらいの球のまあ体積とお考えいただければと思います。もちろんあの、えー、呼吸量っていうのはあの。 いろんな条件で変わります。今日私あの、えー、今ここで、えー、話をしてますので、少しあの普段よりは呼吸量が上がってるかもしれません。えー、若干緊張しておりますので、えっとさらにあの、えー、呼吸量増えているかもしれません、えー。それから体格とか年齢によっても呼吸量は違います。 何か病気がある場合ない場合でも違います。まあ非常に平均的な値としてこの15という数字を少しあのご記憶いただければと思います。空気の成分というのはまあ言うまでもなく窒素が約78％、それから酸素が約21％、残りがアルゴン二酸化窒素とまあこのグラフでか 読み取れる範囲でいきますとその4つでもう以上という量になります。今大気汚染物質と言われているものを全部足し合わせてもですね、まあ、普通の状態では、まあ、汚染がある程度ひどいといわれているところでもですね全部足し合わせて0.001。 零点ゼロゼロゼロ一パーセント、まあ一 ppm と先ほどから、えー、単位で ppp とかもっとあの少ない量の、えー、単位が出てきておりますけれども一 ppm というのは百万分の一の割合ということです。えー、まあ通常空気の中で我々がの健康にひょっとしたら害があるかもしれないという大気汚染物質の量を全部合わせてもまあ非常に 量かからすするるとととわずでであるということですそれからもう一つ今日のお話でタイトルでは空気という言葉を使っております今ここで大気汚染物質という大気という言葉あの2つ出てまいりました。大気というのは地球を取り巻く空気のことを大気と呼んでおります。 えーまあ、地球以外の惑星の周りの、えー、そういうものも、えー、大気と、まあ、火星の大気とかいう言葉もありますので、えー、と地球の取り巻く空気とあまり限定すると、えー、その分野の先生あの皆さんあの、えー、詳しい方にお叱りいただくかもしれませんが、まあ、今日は地球の話ととといいいうことであの、えー、ご了解いただければと思いますそれからもう一つ空気大気といった場合にですね えっと、私どもが呼吸している空気、まあ、今日はこの建物の中の中空気今吸っているわけです、えー、ただ建物の中の空気といっても今あの先ほどちょっとこの会場の係の方に伺いましたら少し涼しい感じがするのであの伺ったら、えー、現在この建物の中の空気は 外の空気をただ単純に送風しているという状態だそうですですからかなり外の空気の状態と近い状態の空気に今現在なっているかなと思いますですから我々生活する場としては建物の中の空気の方が時間的には重要なんですけれどもその建物の中の空気自体も外を地球を取り巻く全体の大気の えー、状態と非常に関係が深いということで、まあ、室内の空気の汚染の問題も非常に個別には、えー、いろんな健康に対する、まあ、被害を及ぼすということがありますので重要ですけれども今日の私の話は、えー、大気あの建物の外の我々の生活の場を取り巻く、まあ、空気ということであの、えー、それを中心にお話をさせていただきたいと思います。 大気を汚染する物質で、えー、最も重要なものは物が燃焼することによって直接生じるようなここに挙げましたような一酸化炭素二酸化炭素硫黄酸化物窒素酸化物、えー、それから、えーまあ、この上の4つはガス状の汚染物質と言われているものですが、えー、それから粒子状の物質例えばジーゼルの黒煙それから煙突から出るような培煙というような 燃焼によってさまざまなガス状の汚染物質粒子状の汚染物質が発生するということです。古くから大気を汚染するものとしてこういう燃焼によって生じる汚染物質が重要で健康に害を及ぼすというような事例世界中で生じていたということがあります。もう一つ、大気汚染物質の出来ととして重要なことは、 大気中で二次的にできるというものがあります。代表的なものはオキシダント。えー、オキシダント、こうか、広角反応であのできますので、広角オキシダントというあの呼び方をすることもあります。それから広角オキシダントができますと、まあ大気にモヤがかかったような状態になるということで。え、広角スモッグと。 いうこともそう呼ばれることもあります。まあそういう言葉は皆さんえっ、ー、ともう日常的にお聞きになっているかと思います。このオキシダントの主成分はあのオゾンと、えー、ここに <coughs> ありますように O3 という、えー、酸素が三つ,つ元素がつながったまああの物質です。このオゾン。それからまあこのオゾンは ここにあります二酸化先ほど、えっと、燃焼によって生じる、えー、大気汚染物質の中で出てきまいりましたけれども、えー、二酸化窒素それから一酸化窒素、えー、ここの非メッタン、えー、炭化水素というこういう,う物質が元になって効果的に反応して出来上がるというもので。えー 大気中に直接オゾンを排出する発生源があるわけではなくて大気中で生成するということです。これも、まあ、古くから知られたあの、えー、汚染物質の出来方。もう一つ重要なことは、えー、大気中で二次的にできる粒子というものがあります。 ガス状の大気汚染物質が大気中でいろんな反応を起こしたり物理的なさまざまな複雑な過程を経て粒子になるというあのそういうあの機構がメカニズムが知られています。後で出てまいります微小粒子という、まあ、非常に細かい粒子という言い方ですけれどもこの二次的にできた粒子は粒子の大きさが非常に細かいと。 ということでより人の健康に対して害があるのではないかと、まあ、我々疑っているもののまあ一つということで、えー、一時的にできの直接排出されるものと二次的にできるもの、まあ、両者がまあ混在しているというのがこの、えー、我々が生活している、えー、生活の場における空気、まあ、大気の状態ということです。 ちょっとこれはその今までの話を少しまとめた図を示しております。まあ、人為発生源というのはまあ人間の活動さまざまな活動で出てくる発生源、まあ、自動車から、まあ、工場から、まあ、我々の生活自体から出てくるようなものも種類がたくさんあります。それから大気汚染には自然発生源、まあ、これ火山の絵を描いてありますが火山ガスの中にはいろんな大気汚染物質が含まれておりますし えー、ここには何かあの、えー、隣の国からえっと汚染物質が流れてくるような絵を描いておりますが、我々越境汚染という国外から来るようなまあそういう大気汚染も無視できないのではないかというふうに考えております。えー、しかもこう大気中でさまざまな反応、まあ、特に重要なのはこういう光化学反応ですけれども、オゾンができたり、主、え、要、ー、物質ができたりと。 いうことで、まあこういう場で我々生活しているということです。少しオゾンのお話をさせていただきたいと思います。清掃圏のオゾンというのは、えー、オゾン層の破壊という言葉がご承知かと思いますけれども、我々地球上の生物、まああの動物に限らずですね、植物も含めて太陽の紫外線の害から守っております。ところが地表にある我々が生活している場の 空気中ののオゾンというのは健康に害があります。ですから地球を取り巻く、まあ、広い意味での大気の中にあるオゾンは非常に上の成層圏にあるオゾンは我々にとって非常に良いものですし我々が生活する場の地表に近いところのオゾンは害があるという、まあ、非常に二面性を持っているっていうのがオゾンの特徴です。 オゾンは強い酸化力を持っています、まあ、その酸化力を生かして殺菌とか非常に有用な作用を我々利用しているというのもありますがその強い酸化力のために目粘膜喉を刺激するとかそれから呼吸器に炎症を起こすとかこういう非常に健康に害があるということが知られています。今 健康に害があるということが知られているというふうにまああの断定的に申し上げました。我々はどうやって健康に対する害を調べるかということです。えー、ここではあの太陽線物質にまあ限ったあのことですけれども、一つは実験です。えー、動物実験をする。まあ動物だけではなくて細胞とか組織とかいろんなものをまああの使います。それから太陽線物質の場合には人の志願者いわゆるボランティアですね。ボランティアの方に 一定の対強線物質を吸ってもらってどんな反応が生ずるかというようなことを調べるという研究がま行われています。まざえっ、ー、と現在我が国ではまあ、このえっ、ー、と人の志願者に対する暴露実験は行われておりませんけれども世界的にはこういう,う 人の志願者に対する曝露実験で例えばオゾンがこのぐらいの濃度のオゾンを吸い込んだときに実際にどんな影響があるのかということを具体的に精密に調べるということが行われていますもう一つは観察と我々呼んでます、えー、実験の場合には実際に耐強性物質をある条件で吸わせるというのは実験です、えー、観察は 最期中にのそういう汚染物質の濃度の違い、それから変動の違いを見て、それと人々の反応を両者並べて比較し、その関係を調べるということです。個人の反応として調べるという場合もあります。濃度がかなり汚染の状態が進んだような場合には、ある人を観察して、この人が、 高濃度にの大気汚染にさら、まあ、された場合に何か健康に害があったというようなことを調べるということで、えー、その大気汚染物質の害のことを我々あの、えー、そういう知識を蓄積するということができますけれども、えー、通常は、まあ、現状特に日本の,あの現在の状況ではこういう。 個人の反応として調べることは難しくて大きな集団の変化として調べるということが必要だろうと思ってます濃度が高ければたくさんの方が反応しますので比較的影響は害は調べやすくなります濃度が低いと害を見出すことは難しいということで現在のま世界の先進国と言われているような国の大気汚染の状況はだいたいこういう段階だろうというふうに思っています ですから、まあこういう大きな集団をし調べることを疫学研究と呼んでおります。まあ私もそのあの、えー、研究者の一人ですけれども、特徴は非常に多くの人について調べるということです。それから多くの人を調べる代わりに感受性の高い人を調べるという場合もあります。 それからもう一つ健康に対する害の現れ方は急性何か高濃度に暴露してすぐに影響が出るという場合と長期間暴露されてそれが慢性的な症状として出てくると,、まあ、2つあるということですからえですから、ャ、えー、学研究では、まあ、たくさんのことを調べるわけですけれども、えー、普通健康 に対する害というのは別に大気汚染に限るといろんな要因がありますから。大気汚染の害を観察によって調べるためには、その他の要因もたくさん調べなきゃいけないということです。もう一つ重要なことは。えー、いろんな。集団対象、いろんな国で、いろんな地域で。の結果が一貫してるかっていうことを、まあ。 あ非常にあの注意して見る必要があるということです実験と違って何か我々一定の条件で観察しているというわけではありませんのでえいろんな条件下で大気汚染の影響を見てるですからいろんな結果がありうるということでいろんな人を場所で調べるという必要がありますでここからは少し粒子物質のあの健康に対する害のお話をさせていただきます粒子の大きさが 粒子状物質の影響を考えるで非常に重要です、えー、もちろん粒子というのはいろんなあの物質の混合物ですのでその中の成分の違いはあの、えー、重要なんですけれども私どもその一つ一つを調べるというのは非常に難しいということで現在の考え方は、まあ、いろんなものが含まれているだろうけれども全体として量が多ければ。 これは健康に害があるんじゃないかと見なしていると、まあ見なしていろんな対策を進めようというのは基本的な考え方になります。大きな粒子はだいたい吸い込むと呼吸器の上部に沈着します。まあ大きいと言ってもここにありますように5ミクロンとか10ミクロンというえものを我々の世界では粗大大きい粒子と呼んでいます。小さい粒子の方は。 肺の奥まで到達します。肺の呼吸器のですね、あの上部に沈着した場合には我々が元々持つ排泄機能でそれを外に出すというまあことが比較的容易ですが、肺の奥まで達するということでまあ影響が大きくなるということです。まあちょっと大きさを比較してみますとまあ素材。 粒子といっても10ミクロンぐらいで、まあ、花粉は少し20ミクロンとか30ミクロンですからそ,れその前後の粒子をこの大気汚染の世界では素材粒子ととと呼んでででいいるということですこすすれは髪の毛ですねそれから、まあ、微小粒子はあのそれよりも小さいところですが今国際的にはここに PM2.5 と書いてあります2.5ミクロン以下の粒子のことを PM2.5 と呼んでおりますけれども素材粒子と微小粒子の境目を2.5にしようと。 ということで国際的にはあの、えー、そういうあの考え方で検討がされているということです。この PM2.5 の濃度2001年ちょうどこの公開新聞で私ジーゼルハイガスのことをお話しましまたそれ以降別に私がここで g ーデルハイガスの規制をしなさいと言ったからじゃないんですが濃度どん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 下がってまいりました。 現在あの、都市部では、だいたい二十とか、まあ、その前後30、三十、その範囲にあります。この量の,あの粒子というのは、一体どれぐらいかというのを、ちょっとご紹介します。三、ま、十、あ、だとして、ですね先ほど冒頭に申し上げましたように、一日十五立方メートル。一年間に五千円かけますと、百五十ミリグラムという。 粒子例えば 150mg っていうのは全部すすだとするとちょっと見にくいかもしれませんがこれ10円玉ですこの瓶の中のこの下にちょっとたまってるっていう、まあ、このぐらいの量を1年間に現れ、えっと、粒子ですねス全部がすすだとすればこのぐらいの量ということになります。先ほど申し上げましたように微小粒子の特徴は、まあ、気管支呼吸器の奥まで達すると。 でもう一つの特徴は大気中での存在時間が長いということで遠遠くくままで運ばれる遠くから運ばばれれるるからとというこがありますそれからいろんなあの物質の混合物ということで、えー、大気汚染の影響、えー、過去からずっと、まあ、呼吸器が一番影響を受ける、えー、対象になってまいりましたけれども、えー、それ以外の、えー、循環系とかいろんな、えー、影響を、まあ、あの与えるだろうと。 いうのがあの現在の考え方ですまあこの影響の中でアレルギーに関しましてはジエンジャーがあのご説明をするあのことになっております微小粒子を進むと一番今世界的に考えられていることはいろんな死亡率が上昇するのではないかとそれからもう一つは循環器という今まで 呼吸器に影響を与えるというのが大気汚染の基本的な考え方だったのが循環器に影響を与えるんじゃないかということが注目されているということです。ちょっと具体これから少ししし具体的な事例をお話しします東京における心臓病の死亡と PM2.5 の濃度の推移を示してる2002年から2004年までのデータです。 一つ一つの点が毎日の東京23区の中で毎日毎日の心大体ですから平均30名ぐらいの方が東京では心臓病で亡くなられているとこういう傾向、まあ、冬に多いという傾向が見えます。PM2.5、まあ、変動 していますが、ここからだとちょっと直接は何か関係があるようにはちょっと見えないかなと思います。ここであの気温との関係をまずちょっと見てみたいと思います。気温と今の死亡数ですね。こういう関係が寒い時にはやはり高くてどんどん下がって、またなんとなく暑いとちょっと上がるというような、こういう感じが見えると思います。 これは PM2.5 と病これご覧頂い,いて何か関係あるというふうにあのお考えでしょうか、えー、私がこの研究を始めた世界中で一番初め,の初めての研究者ならばきっとここで、えー、やめてあの何もなかった関係ないと多分そういう結論を出したかもしれません。 ただ大気汚染には先ほど申し上げたいろんな歴史があって例えば1954年ロンドンスモーク事件というのがあって、えー、1週間ほど非常に大気汚染がひどい時期があってその時にロンドンでは約 4, 人ぐららいいいの方が、えー、亡くなれれたとううふうに言われていますその中で特に、えー、心臓病の、えー、病気を持ってらっしゃった方 の死亡率が高かったという事実がですね、あのあります。ですから非常に行動の濃度が高い時にはそういうことあり得るという知識は我々えっと過去の教訓として持っていたということです。ですからここで諦めずにもう少し詳しくあのし私も調べたかもしれません。1990年前後にですね、アメリカの研究者がこのことを非常にあの詳しく調べました。 で、関係があるという発表を初めてしました。えっと、私ども今の絵をあデータをですね、えー、かなり複雑な統計解析の手法を使って、あの計算した結果を今お示ししております。この実践がまあ、そのこの濃度に対して死亡リスクがどれぐらい変化するかという線です。この点線はそのまあ統計的な信頼区間をお示しておりますが。 まあ50を超えるようなところで少し上がるっていうふうにも見えます。ただまあ信頼区間も非常に広がっております。えー、一方なんか濃度が低くなると逆にまた上がるっていうのはここもまあ知らん区間が広がっているということで、先ほど申し上げましたようにこういう疫学研究ではまあ東京の23区でこういう結果でしたとこれだと何も結論出せないんじゃないかというふうにお考えかもしれません。 実は世界中で、えー、同じような研究が行われて、えー、同じような結果が出ています、えー。そういうことで初めて我々の解析結果も、えー、大気汚染 PM2.5 との関係を示しているんじゃないかなという一つのまあ証拠の一つというふうになります。もう一つ、えー、今あの循環器疾患の中で心臓病のお話をしました。 じゃ今度は脳血管、脳卒中と関係があるのかということをちょっと古いデータなんですけど時期のですね少し現在よりも濃度が高かった時代のデータで全国の13の政令姿勢都市、まあ、東京の23区を含むようなところでやった研究の結果です。ちょっと小さいグラフでで見にくて恐縮なんですが、 ここがゼロで死亡しした時点のの濃度のとの関係を示しております、えー、脳卒中もタイプがいろいろありますのでここでは出血性の脳卒中いわゆる脳出血ですねそれと脳梗塞と、まあ、大ざっぱに分けておりますがここからどんどん下が、えって、と 前にここで「マイナス2 4と書いてあるのは、えー、と亡くなられた脳卒中で亡くなれた方の24時間前の、えー、粒子状物質の太陽線の濃度ですねとの関係を示しているということで、えー、24時間よりももっと下がるとあんまり、まあ、1のところが何もないということで1よりも上に来ると少し関係があるとこういう図になっております。ですから 2 0時間ぐらいまでの間の濃度とは関係少し見えるけれどもそれよりも、えー、もっと前はあんまり関係しないと、まあ、こういうデータを、えー、解析をした結果我々得ましたこのように、まあ、類似の研究は、えー、と欧米では出ていたわけですけれども、えー、日本であの循環器疾患脳血管疾患他心臓病 言ってこういうあのデータを出したのはあの我々の研究グループまあ初めてだというふうに思っております。では実際どんなことで PM2.5 微小粒子が我々のまあ心臓病に影響を与えるのかということでまだそのメカニズムはよく分かっておりません。いくつかの仮説があります。一つは 何か自律神経に影響を与えて不整脈を起こすのではないかというそういう考え方それから、えー、全身的な影響でこういうあの血管に作用して心筋梗塞が起きやすくなるんじゃないかと、まあ、いろんな仮説が考えられております。でその仮説にを 本当かどうかということで、まあ液圧研究でいろいろなあの対象、いろんな手法で検討を加えております。まず不整脈に関してのあの検討しました。えー、これはあの埋め込み型除細動器っていうまあそういう、えー、治療されてる方にですね、えー、不整脈が起きた。 時刻というのが記録されますのでその時刻を教えていただいてそののの時刻とと大気汚染の濃度の関係を調べたということですこの研究では粒子状物質とその不整脈の発生との関係は我々の研究では見いだせませんでした。 アメリカでの研究でも関係があるというものとないものとがありまして現在のところこの不整脈に関しましてはまだ結論が出せないというのが現状ですそれからもう一つ我々取り組んでいるのは先ほどは心臓病での死亡ということであのどの関係を調べてまいりました死亡ではなくてその前に、えー、心筋梗塞の発作を起こすとか心臓病発症した時点を調べなきゃいけないと いうことで今あの取り組んでます。米国などの研究では、えー、心臓病のよる発作とかそういう発症と粒子物質と関係があるという多数の報告があります。た、えー、だん,だん日本ではそういう見解がないということで今あの研究途中ですが我々研究所がある茨城県内のまあ、大きな病院でのネットワークを利用させていただいて。 冠状動脈疾患冠状動脈というのは心臓の筋肉に血液を送る重要な動脈ですけれどもその疾患の患者さんの発症ですね心筋梗塞とかそういうのを含みますがそういういことを調べておりますそれからもう一つ今までのお話はほとんど急性の影響でしたけれども長期的に大気汚染 の濃度が高いところに住んでいる人とそうでない人で何か差があるのかということを研究をしておりますこれは滋賀医科大学との共同研究なんですけれども、えー、1900日本データ80、90というまあ二つのデータがあります1980年と90年にしたとした全国を無作為に選んだ調査がありますそれがずっと現在まで追跡ですから1980年から現在ですと、えっと、2000円 20年以上追跡された結果がありますのでそれとその対象者の住んでいらっしゃる方のお住まいの周辺の濃度を比較するということをやっております。米国ではそういうい年20年 にわたる、まあ、対象でいくと10万人20万人という調査が行われて関係があるという報告がされておりますけれども、まあ、現在のところまだ解析中ですが日本では米国と同じような結果が出ないのではないかなとそういうあの予備解析の結果になっております。影響の大きさをを比較するとととというこででちょっと喫煙と肺がの例を出しましまた、えー喫煙で 海外なる発症の気弱りは、日本では男性の場合7割、女性の場合は2割というふうに言われております。じゃ、大気汚染はどれぐらいなんだっていうことですね。残念ながら、このグレーの部分。大気汚染の濃度が上がると、まあ、この気を発症は増えるという。先ほど1%パーセントとか2、2%パーセントぐらいの上昇でしたけれども。この全体どれぐらいかというのは、残念ながら、私どもよく分かっておりません。そんなに大きくはないだろうと。 は持っていますただし大気汚染空気の汚染というのは、えー、全ての人がが影響を受けるる可能性がある子どもも高齢者も病気の人も空気を吸ううこことととは避けられないということで,すですから健康に対する害はそんなに大きくはないと、まあ、現在では考えられますが影響を受ける人は非常に多数しかも避けられないということで、まあ、問題は大きいというふうに考えております。 エキア研究は先ほど10万人20万人という大多数の人を対象にすると申し上げましたけれども、研究者も、えー、多数の共同研究で行われるのがあの普通です、えー。ここでちょっとあの共同研究者を紹介して、まああのそのお礼に返させていただきたいと思います。えー、食の安全、水の安全、まあさまざまな問題の中で空気の安全について、まあ今後とも。 えー、皆さんとともに考えていきたいと思いますご清聴ありがとうございました